チプレゼンス湘南ベルマーレ千秋楽城。これね、かっこいいですね。3カ所の方で回ってない方、3カ所の方、あ、 M あります、ね、M あります、素敵。はい、いいですか。じゃあここ生涯現役って書いてますよ。そうですね、あの選手になった気持ちで、あの出したいと思ってますんで、はい、うん、93歳、4歳のものがね、こういうところへ出てきて、まあ、お友達に誘われたにしてもよかったねと思います。ワクワクしてるんじゃない。倒れたらどうしましょう。70歳以上の方がっていうのを孫たちが知って、うん、おじいちゃん申し込みましたっていうことで2人で子どもたちに影響を受けて、私も一緒にエスパルスを応援しているので、もうなんかこうワクワクドキドキ嬉しいです、うん、このエスコートシニアに込めた思いなんですけど、今日本全体って65歳以上が 28% を占めてまして、日本国民の約3600万人が今65歳以上になってます。この静岡県も高齢化率が 30% を昨年ついに超えたんですよね。でこの高齢者の方々が健康で長生きなのか病気で長生きなのか、この2択が静岡県のムードを決めていくと思うんですよ。介護率は今どんどん高騰してまして、なので我々今全国の高齢者向けの仕事をしているんですけども、長生きしたくないって高齢者が言うんですよ。長生きすると病気になるんじゃないか、介護になるんじゃないかっていう悲しみの中に生きてるんですね。そんな時にこのエスコートシニアの話をいただいて、ぜひ一緒に取り組みたいと思ったのは、90歳の方がこのスタジアムの中を歩いてる姿っていうのは、高齢者ってかっこいいっていう、凛としてるなっていう、なんか代表の場になると思ったんですよ。その方々の家族や孫は誇らしいと思うんですよ。そしてそれを見た今日エスパルスのサポーターの方々が、70歳、80歳、90歳になった時に自分もあそこ歩くんだって夢持ってサポーターで居続けてくれたらなと思っています。なので生涯現役サポーターをエスパルスのサポーターのテーマにしたいなと思いも、このエスコートシニアに込めた思いであります。皆様は選手の、右側ですね、こちらに選手が来ます。皆さんの右側に選手が立ちますので、座りについた選手と一緒に手をつないでいただいて、選手入場の着替えとともに、まず、センターサークルの方に移動していきます。選手入場っていう言葉が出ますので、選手が入場と言ったら手をつないで、こっち側を来てきて、そのまま一緒に皆さん歩いて、こういう形ですね。入場だってこうやって入ります。
結局を行います。キックインを務めるのはコスモヘルス代表取締役社長小塚隆史様です。お願いします。スタジアムに一瞬ね、やっぱり。よかったよ。私ね、このね、小指だけで繋いでった。あ、最初そうだ、あ、そうだったね。なんか今までもサッカーは見てましたけど、この場にね、招待していただいてすっごい感謝です。ね。本当に皆さんありがとうございました。現場へ来て見るとやっぱりすごいな、孫に自慢できます。どっちかというと内向きな新聞なので、なんかこう人生が変わりました。ここで運動スポーツをしてるんだなっていうのをね、実感したよ。芝生を歩けたっていうのはすごい。そうね、元気もらったからもう少し頑張れるかな。